おはようございます。昨日は何時に寝たか覚えてないんですけど、とりあえずめちゃくちゃ寝れました。ということで、ちょっと寝すぎてまだ頭ぼーっとしてるんですけど、今日も一日頑張ります。 57.6 きた。体重の方が57キロ台に来ました。はい、2回目ですね。1回行ったんですけど、すぐにね体重増えちゃって、再びまた57キロ台見ることができました。この調子で頑張ります。まあこれ以上ね痩せていくのって結構厳しいと思うんで、まあ、今の体重をね維持できたらいいかなと思ってます。はい、まあできればもっと頑張りたいんですけど、まあそんな感じで今日も一日頑張ります。今日のコンディションです。まあ見た目はずっと変わらずかな。はい、まあおそらく脂肪が減ったというよりは水分と塩分とかがねうまく抜けただけなのかなと思います。どうなんでしょうか。はい、まあ毎日見てるんでちょっと変化が分かりづらいだけかもしれないですけど、とりあえず57キロいったんでよしです。はい、本日も一日頑張ります。お仕事行ってきます。おはようございます。お仕事始まりました。今日めちゃめちゃ忙しいんですよね。運動する時間あるかどうかわからないです。朝もね台車ブローラーできませんでした。とりあえず仕事頑張ります。お昼ご飯食べます。プロテインオートミールです。ちょっと今日仕事忙しいんでね、めっちゃ合間に食べてます。ちょっと場所がね変なんですけど、お許しください。ちょっとだけ仕事の合間ができたんで、短時間で筋トレしようと思います。もうほんとね5分ぐらいしかないんで、マッスルアップの限界に1セットだけね挑戦してみたいと思います。久しぶりなんでね、多分10回以上はできると思うんで、今からやってみます。今アマゾンからメールが来たんですけど、僕のアカウントを使って不正利用されてました。最悪や。どういうこと、そんなことあるん。なんで僕のアカウントをどうやって知ったんですか。なんでやろう。どうやって流出したのか本当わからないんですけど、とりあえず2万円分ぐらい買い物されてました。そしてねなんか到着日がもう明日になってるんですよ。だからね翌日配送みたいなんで、多分その人は頼んだんでしょうね。その相手のね、その不正利用した人の住所と名前もね分かってるんですよ。まあ、僕のアカウントを使ってるわけなんで、だからこんな堂々としたやり方取るんやって思いながらも、どう対応したらいいんかね分からなくてちょっと困ってます。まあ別にその人に対して何かしたいとかいうわけではないんで、とりあえずね
お金さえ返ってこれば僕はそれでいいんで、とりあえずアマゾンにはねメールしようと思います。プロテインオートミールのお時間です。仕事終わりました。帰ります。ヘッドホンつけてトレーニングしたらめっちゃ上がるんですけど、ただ暑いんですよ。ちょっとこの季節はねまだ早いかなと。もうちょっとね暖かくじゃない、もうちょっと涼しくなってからヘッドホンねつけようかなと思います。コンタクト取れた。こちらのスマートウォッチね、付け出して1週間が経ったんですけど、ちょっとね感想を話したいと思うんですけど、とりあえずめっちゃ便利ですね。本当に便利で、何がいいのかって言ったらね、やっぱりね通知がすぐに分かること、まあ、それはねやっぱ便利ですよね。携帯どこに置いてても LINE とかもね確認できます。まあ、返信とかはできないんですけど、もう確認できるだけで OK です。そしてねこれね通話は出れるんですよ。それはねめちゃくちゃ便利ですね。まあ、それは Apple Watch でもできると思うんですけど、これ Apple Watch のね半額以下ですからね、2万円以下で買えてこれ通話できるっていうことでめっちゃ良かったですね。そして何よりやっぱりね便利だなと思ったのが、歩数が分かるのと、あの睡眠の時間が分かるんですよね。その睡眠の時間の中でもその睡眠の質が分かるんですよ。そのレム睡眠とか浅い睡眠、深い睡眠みたいなのが分かるんで、それがねめちゃくちゃ便利だなと思いました。このねアプリと連動していて毎日記録が見れるんで、それを見るのがちょっと最近の楽しみになってます。とりあえず1週間ね今過ごしてみたんで、その1週間のね記録をねちょっと皆さんに見せたいと思います。まあちょっとねもうまばらなんですよ僕の生活って。歩数に関してなんですけど、平均の歩数が平均7521歩です。1週間の合計が52649歩です。はい、はい、そして睡眠なんですけど、今日はめちゃくちゃ寝たんで睡眠時間がね9時間23分になってます。はい、めっちゃ寝てますねただ睡眠のねなんか点数をねこれ測定してくれるんですけど、睡眠の測定の点数は77点です。そこまで高くないです。9時間寝てるのに77点ということは、まあ、睡眠が浅いということですね。あんまりよく寝れてないということになります長時間寝たからいいというわけではないんですよ。まあそこはちょっと難しいですね。それではね1週間の睡眠を見ていきたいと思うんですけど、まずは月曜日、はい、8時間2分、結構寝れてますね。うん、このぐらいが理想かな。そして、
火曜日が7時間47分、うん、この日もよく眠れてますね。まあ、このぐらい寝れたら多分元気だと思いますわ。そして水曜日5時間25分ですね。ちょっと睡眠少ないですね、はい、そしてその次の日、はい、これが木曜日か、3時間24分です、はい、もう全然寝てないですね。この日は何をしたのかあんま覚えてないんですけどね、3時間24分はちょっと睡眠足らないですよね。これ次の日多分ちょっとしんどかったと思いますわ。そして金曜日5時間13分、まあちょっと増えましたけど、5時間でもちょっと短いですよね。まあ動けるギリギリの範囲かなという睡眠時間ですね。そして土曜日4時間54分、もう全然ですねとりあえず5時間切ったら結構しんどいと思いますわ、はい、そして日曜日、はい、めっちゃ寝れましたね。9時間23分ということで、こんな感じでね、僕は1週間の睡眠に関しては結構こう落差がありますね。歩数に関してはね、毎日同じぐらい歩いてましてね、一応僕目標の歩数を6000歩に設定してるんですよね。まあ結構緩めに設定してるんですけどね、それは毎日達成できているかなと思います。ただね、健康のことを考えたら1日1万歩歩く方がいいって言われてるんですよね。ただ僕に関してはね、運転の仕事がメインなんで、運転しててね、歩くことってあんまり少ないんで、まあその中でも6000歩歩いてたらまだいい方かなということで、とりあえずね、まあこれは今後もね続けていきたいと思います、まあ、これからもうちょっと歩けるようやったらね、8000歩9000歩とちょっとずつね歩数の方も増やしていこうとは思います。でこんな感じでね、これアプリで全部ね見れるんですよね。めっちゃ便利やと思いますわ、はい、もうこれ見るのが楽しみで最近生活しているっていうのもありますね、はい、これでね1週間のデータを毎週見て、まあ、それでね自分の生活を見直すきっかけにもなるなと思いました。風呂上がりコンディション、晩ご飯はプロテインオートミールです。毎食これです。部屋の温度は36度です。今年の夏は全然夏っぽいことしてないんでね、もう夏終わってほしいです来年はねもう夏満喫できると思うんで、今年の夏はねもう仕事に明け暮れてましたわ。まあ、まだ終わってないんですけどね、これから忙しいんですけど、とりあえず生きることに精一杯ですわ。いただきます。やばい、37度になった。